子でございます。よろしくお願いいたします。さわこ夏散歩、新潟県留学後の池。新潟県留学後の池に来ました。行きます。日本百名水留学後の湧き水です。冷たい、留学後に伝わる友人伝説です。
龍ヶ窪池が見えます。湧き水が出てます。龍ヶ窪神社です。冷たくて美味しい水です。奥の龍神様に向かいます。
奥の龍神様に向かいます。綺麗ですね。見てください。戻ります。
てください。こちらからの景色も素敵です。こちらから源泉が湧き出てます。源泉は2カ所あります。戻ります。
お水入れて帰ります。霧がかかって神秘的な池でしたね。龍ヶ窪池、名水でした。バイバイ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また見てね。サンキュー。グッバイ。